はい、皆さんこんばんは。宮城隆二事務所チャンネル、宮城隆二事務所で、Facebook 宮城隆二制作事務所の方の皆様、お世話になっております。今日はですね、久々に、活動報告動画を載せたいと思います。以前私がですね、Facebook で取り上げさせていただきました、救急車が、信号で止まってた、工場信号止まってた、これはなんとかならないかっていうのね、個人名は出せませんがね、3人の県議会議員さんに、ご相談させていただきました。これはね、8月10日頃ですね。今年のね。今年の8月10日頃、島根県大内郡美郷町と川本町の境の伝髄ってとこあるんですけども、県道45線の、今ね、仮の信号のね、緊急車両の件でお話しさせてもらいました。なぜね、救急車なのに、緊急車両なのに、信号止まらなければならないのか、っていうね、ご相談をさせていただきました。3人の方に、3人の議員さんに、県議会議員さんにご相談させていただきまして、2人の議員さん、ね、A 議員、B 議員という話にしましょうかね。お名前させてもらいましょうかね、あえてね。質問。美郷町の県道40号線で今信号機の片側交互通行をやっているんですが、緊急車両が信号待ちをしてしまう状態が発生しました。今よろしければ お電話できますでしょうか。状況を詳しく説明させていただけたらと思いますので、メッセンジャー電話できればと思います。お手すきの時によろしくお願いいたします、というふうに A 議員に、お願いしました。 A 議員からは、これ8月6日だね、これね、即答で、電話いただき、連絡いただきました。大変申し訳ありません。電話ができないのと、事案を正確に把握するためにメッセンジャーでお願いします。クエスチョン1、具体的な場所はどこですか？クエスチョン2、何かの工事現場ですか？クエスチョン3、事案が起きたのは何月何日何時頃ですか？クエスチョン4、緊急車両とはどのような車両ですか？パトカー、救急車、消防車、どれでしょうか？クエスチョン5、緊急車両の信号待ちをした時間はどれくらいの時間ですか？クエスチョン6、なぜ緊急車両は信号待ちをしなくてはならなかったんですか？これくらいの概要を教えてくださいと言いました。これに対して私は答えました。緊急車両は救急車。県道40号線川本畑線、美郷町と川本町の町境、先月の洪水で水没した場所です。2分30秒の待ち時間で、その2分以上停止されていました。本日これ13時ですけど、これ17時ですね。仕事終わってからですかね。17時ごろ、まあ、そのまま言います。13時ごろ、川本から美郷方面へ救急車は向かっておりました。私どもが川本から美郷へ現場通過してすぐの出来事です。今回の水害までは交通量により、自動的に待ち時間が短縮される信号機が採用されていましたが、今回の水害で流されてしまい、現在は普通の工事用信号機にて対応されております。2年前まではセンサー式の片側交互通行の路線でした。2年前の水害でセンサーが壊れてしまい、1年半ほったらかし状態で、ようやく半年前に交通量により自動的に待ち時間が短縮される信号機を採用されましたが、その信号機も今回の水害で流されてしまいました。ね、そのことに、言葉を、そのことを私は伝えました。そしたらこの A 県議様ですね、ご連絡ありがとうございました。関係者へ聞き取りしてみます。ご連絡ありがとうございました。で、この答え、この お返事に対して、私も川本消防にもヒアリングされた方がよろしいかと思われます。何卒よろしくお願いいたします。で、次の日のね、お昼過ぎに早速ですね、この A 議員、お返事いただきました。宮脇様、
ご指摘を受けて調査を行いましたところ、昨年8月に片側交互通行の箇所で救急車が進入したところに対し対向車が来てトラブルになりました。その後、島根県警から先の見通せない片側交互通行の区間においては事故防止の観点から救急搬送中であっても停車するよう通知が来ているとのことでした。今回の件もその運用に沿ったものだとのことでした。事故など二次被害を防ぐ観点から今回の対応で間違いないとは思いますが、救急車緊急走行をスムーズに行う方法については引き続き検討していきますというお返事をいただきました。そのお返事に対して私が A 県議様、名前を伏せさせていただきますね。それぞれの県議様の実名はで私は書いておりますが、実名は出せませんので A 県議様と呼ばせていただきます。A 県議様、その昨年の8月の片側交互通行箇所とやはり信号機による片側通行交互通行箇所でしょうか。まさかとは思いますけど警備員がいての片側交互通行箇所ではないですよねと、いずれにいたしましても緊急車両の、緊急走行をスムーズに行う方法については引き続きの検討課題だと思います。何卒よろしくお願いいたします。本日は大変おいしいがしお忙しい中調査していただきご連絡いただきまして誠にありがとうございますと、こういうやり取りをさせていただきました、ね、本当にありがとうございます。 A 県議様ありがとうございます。また、B 県議様との、やり取りもございます。 B 県議様ね、これも、こんばんは。お忙しいところ大変申し訳ございません。緊急に対策をしていただきたい事案が発生いたしましたので、お時間いただきたいと思います。何とぞ、よろしくお願いいたします。っていうのに、対して、10分後にですね、早速、宮脇さんいつもお世話になっております。どのような案件でしょうかというお返事をいただきました。で、私がね、Facebook で言ってる、宮脇隆二政策事務局にも載せてさせていただきますが、今電話よろしいでしょうかという、問いかけをさせていただきました。で、はい、大丈夫ですというので、電話で概要を説明させていただきました。この B 県議とはですね、メッセンジャービデ電話でね。で、この議員さんは、1週間後に返事をいただきました。宮脇さん、先日お話しいただいた電髄の信号の緊急車両件です。県の各機関に問い合わせたところ、昨年8月に救急車が赤色で進入し、青で進入してきた一般車両と鉢合わせした事例があったそうです。一般車両の方から警察に対して緊急車両の赤色進入に対して問い合わせがあったそうです。これに対して警察から、緊急車両といえども、法令では他の交通に対し、交通に注意し、他人に危害を及ぼさないようにとあるため、警察から管内消防に対して、一般車両への配慮についての留意事項が文書で発出されており、緊急車両は赤信号で進入しても良いが、安全運転義務は必要とのことで、現在は見通しが悪く、福音狭小な箇所、括弧電髄を含む、では、道路改良が完了するまでは赤信号では救急車を含む緊急車両を停止するようにしているとのことでした。人の命を守るためには一日でも早い安全な道路の整備に頑張るしかないと、いうことになるのでしょうか。信号の運用についてのソフト面については今検討をお願いしております。とりあえずご報告までという、お返事をいただきました。こちらも、実名で、返事をさせていただきますが、実名は伏せさせていただきます。B 県議様、こんにちは。お忙しい中の調査ありがとうございます。ご連絡大変にありがとうございます。いくらなんでもその一般車両もモラルハザードしてないかと思われます。緊急車両が進入してきたら一般車両が待機するのが今までの常識だったと思いますが、私の記憶違いでしょうか。もし記憶違いでないのなら、誠にモラルハザードが残念でなりません。
いずれにいたしましても早急な安全対策を検討していただきたいと思います。 B 県議様、何卒よろしくお願いいたします。本日はありがとうございましたというコメントを入れさせてもらいました。で、B 県議様からはこちらこそよろしくお願いいたしますというお返事をいただいておりますね。これで、ね、見通しの悪いね、東北地方道路、ね、いくらでもね、退避所がね、ありますから、で、普通はね、一般車両がね、道を譲るっていうのは普通です。あ、今までの一般乗車の人はね、普通です。ね。これをね、一般車両が警察、一般車両のドライバーが、警察へ、ね、質問をする。これこそ、爆災の方が私たちのことをね、クレーマーって言っておられますけど、これこそ逆にクレームなんじゃないでしょうか。モラルハザードではないでしょうか。ね。実はね、あえて言っていいのかな。私は交通誘導してます。仕事終了後、直後、信号機やってます。信号機に切り替えた直後にね、緊急車やってまいりました。で、私一応ね、そこの警備の、責任者やらせてもらってますので、すぐに現場のね、片側、ね、救急車が、走行してきた方には、まだ警備員がおりますので、すぐに、流せと。救急車だけをすぐに誘導して送りなさいという指示を出しました。で、500メートル距離がありました。ね、見通しはね、直線なんですけどね、500メートルはさすがに見えません。ね、全長500メートルあります。ね。場所は言いません。ね、これはね、業者様にもね、迷惑がかかりますので、場所は言いません。けど、実際の事案として説明させていただきます。ね、私の責任で、もし何かあったら私の全て責任で、やるからすぐ送りなさいと他の隊員に指示しました。で、すぐにね、救急車を誘導しました。で、私もすぐ反対側の方へね、ダッシュ、半分も規制区間の半分帰ってきたんですけども、ババッと走って、まあ監督さんはもらえたんですけどね、だって、まあ、僕も動いて、すぐ送れ、すぐ受けとね、無線でやってたんで、で、大丈夫ですか、大丈夫ですかってね、他の誰にも言って、向こうの誰にも言って、今大丈夫だから今うち送ってしまえと。ね、送ってしまえっていうか、送りなさいという指示を出しました。で、ね、向こうから、まあ、反対側からもね、車来ました。ね、ちょうど、青から赤になる寸前なんで、突破しようとしてたんでしょうかね。もう無理やり飛びましたけども、もうすいませんって。で、先方さんもね、救急車の音聞こえますので、理解していただいてね、で、救急車、説明もして、待っていただきました。で、きっちりね、事なきを得て、まあ、一瞬ね、島根県警からね、そういうマニュアルが出てたんで、その消防の救急車もね、そのマニュアルに基づいて一旦止まったんですけど、すぐ行ってくださいという合図を出して行ってもらいました。すごいね、頭下げてね、運転手さんも行っておられましたね。早急にね、対応をね、考えていかなければならないことだと思います。ね。まあね、私の判断が良かったか悪かったかは、ね、賛否両論あると思います。まあ、バックサイの皆さんは、アホだとか、クレーマーだとか、うん、調子こきやがってとかって言うと思います。ね。最近、バックサイに入っていませんけどね、私のことを支持してくれる方がたくさんおられるみたいです、どうもね。ありがたいことです。本当にありがとうございます。その中でもね、私ことをね、うん、クレーマーだとか、キチガイだとかね、罵っておられる方おられますけども、
まあそれはそれで結構ですけども、私は判断は間違いなかったと思っております。で、監督さんもおられましたけどね、まだ残っておられましたけど、現場の業者の監督さんも残っておられますけどね、その前にもね、私のね、あの YouTube を見てくださってたりされてますので、まあ監督とかそこの現場の作業員の方が見られたら、あ、うちの現場のことだなって思われると思います。あ、ごめんなさいね、あえてそれはごめんなさいですけども、あの一番今私が政策として問題視させていただいている事案なので、あえて報告させていただきますね。で、2人のね、県議の皆様ね、早速をね、調査していただいて、議会の中でね、大差し議会の中で調査していただいて、報告していただいて、本当に誠にありがとうございます。ね。本当にね、ありがたく思っております。ね。で、無事ね、後からね、来ましたが、近くのね、ちょうど帰り道の病院の方にね、その救急車入ってました。で、無事ね、患者さんを降ろしてね、搬送できていたようなので、安心いたしました。ね。ね、2分、3分、4分、ね、これで助かる命と助からない命がね、紙一重の問題ですのでね、私としては、私の判断は間違いなかったと自負しております。ね。ですので、まあ、一番はやっぱり行政的にも、現場的にも、ね、早急な対応をしていただければと思います。ね、あとは一番はモラルハザードです。ね、今までは当たり前に救急車の音が来たら、一般車両の方が道を譲るのが当たり前でした。ね。去年の8月にどこの片側交互通行の現場か分かりませんけどもね、確かに向こうが青信号だったとはいえ、ですよね、救急車、緊急車両に対して道を譲らずに、おまけに警察署に対して質問を投げかけるね、これこそクレーマーだと思いますけどもね、ありえない話です。モラルが本当にモラルハザードしてます。ね。もうこれは本当にね、教育から見直さないといけないと思います。ね、人としては間違ってると思います。ね。もうそういう人はね、運転免許を返してほしいと思います。ね。教習所でもう一度ね、免許の更新の時にね、本当にね、教育し直してほしいと思いますね。私からはね、本当に以上です。まだ他にもね、活動報告いろいろあります。ね、爆災の皆さんがね、批判を浴びてはただのくだらない動画だとかね、上げてる部分はありますけども、すべてね、活動の中で、いろんな相談を受けて活動させてもらった中で、ね、実績は上げています。ね。今回もね、所詮は現役県議さんが問い合わせして聞いて、結果をお前が報告してるだけだろうって思われるかもしれませんけども、その質問がなければ変わりませんからね。本当に変わらないですから。で、今日の、件も私は間違った、判断ではなかったと確信しております。ね、あとは病院に運ばれて入院されたね、お父さんかお母さんか若い方かね、お嬢ちゃんかお兄ちゃんかお子ちゃまか分かりませんけども、まあ運ばれたとかお年寄りの年配の方がいから病院ですので、多分おじいちゃまおばあちゃまなんでしょうけどもね、一日も早いね、回復をね祈るばかりでございます。ということで、今日は、素人政治家宮脇隆二事務所チャンネルの、活動報告はこれで終わりたいと思います。20分になりますのでね。
終わりたいと思います。以上です、ね、また、活動報告はあげたいと思います。以上です。で、私に対する、ね、批判、ね、意見、ね、バクサにあげないでください。バクサにあげても私見ませんので。で、私の YouTube はコメント入れられますんで、YouTube の方へコメントお願いします。または Facebook の方へコメントお願いいたします。よろしくお願いします。ね、バクサの方へ逃げないでください。ね、私のことを支持してくださっている皆さんからね、こんなの書いてあるよ、こんなの書いてあるよって、うん。で、私の代わりにね、反対意見をね、書いてくださってます。私を擁護してくれるコメント書いてくださってますけどもね、ありがたい話です。本当にありがとうございますね。頑張りますね。支持してくださる方の期待に応えるように頑張ります。またね、私がね、相談を受けて、動いてる活動のね、結果報告できることは全て報告していきたいと思います。これからもね、よろしくお願いいたします。今日はこれで報告を終わりたいと思います。また次回いい報告ができることを、ね、いい報告ばかりね、じゃなくて、まあ悪い報告もあるかもしれませんけどもね、ちゃんと活動報告ね、してます。活動してますので、活動報告、結果をね、報告していきたいと思います。ではまた次回よ、お会いしましょう。以上、素人政治家、宮城隆二事務所チャンネルでした。Facebook の方にもあげたいと思います。コメントは Facebook か、こちらの YouTube の方へよろしくお願いします。バックサイトが雑談たぬきで逃げないようにお願いします。まあ、雑談たぬきがタイトル違うんでね。爆災大梨とか爆災大地軍とかに逃げないようにね。私のムーンは私のチャンネルにコメント入れられますので、正々堂々とコメントをこちらへ入れてください。または Facebook の方へ入れてください。よろしくお願いいたします。以上、素人政治家宮城隆二事務所チャンネルでした。それではまた次回。